長崎市の話題をお伝えする知っとく長崎、今回は広めよう市民活動の輪をテーマにお送りします。スタジオには長崎市市民共同推進室吉岡俊明さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。今回のテーマ、広めよう市民活動の輪ということなんですが、この何年カフェの中でも市民力されたというコーナーで毎週のように、はい、いろいろな目的を持った市民活動の方をご紹介しています。私もですね、実際そういった活動をされている方とよくお話をするんですけれども、本当に皆さん気持ちがとても熱くてですね、やっぱりこう自分の街を、はい、地域をこうどんどん明るく元気にしていこうということで、強い思いを持って、熱意を持ってこう取り組んでいらっしゃるんですよね。はい、本当頭が下がる気がするんですけれども、ね、改めてこう市民活動っていうのはどういう活動なんでしょうか。はい、市民活動っていうのはこう市民の方が長崎市をこうなんか長崎のためにできることはないかとか、長崎をもっと良くしたいというこう思いからこう自主的にこう自立して、営業を目的とせずに行っている活動のことなんですよね。市民活動センター、ランタナがありますよね。はいはい、ランタナはその市民活動をしている方で、これから何か始めてみたいなという方のこう交流の拠点として、設置しているものですね。はい、現在どれぐらいの方が登録されているんですか。はい、長崎市内の約170団体の団体さんが一応登録されています。登録している団体は170ぐらいで、はい、それ以外登録してないのを含めると本当にものすごい数の団体の方がいらっしゃるのであろうということなんですよね。例えばですね、具体的にどんな活動の団体さんがいらっしゃるんですか。はい、そうですね、例えば、もってこい長崎レクリエーショングループお手玉の会さん、この団体さんはですね、お手玉遊びを通して、世代間の交流を図ったり、子育て支援、そして中高年を対象とした健康増進などを目的に、なんかいろいろ出前講座やイベントなどをされている団体さんです。はい、で次はグリーンバード長崎チームさん、有名ですよね。そうですね、掃除をすることで、長崎市の街と人をきれいの人の心をきれいにしようとしている団体さんで、毎週木曜日に、浜の町周辺の清掃活動をしてらっしゃいます。はい、こういった団体の方が活動を続けていくのにはやっぱり経費の問題があるかなと思うんですが、そういった助成とか支援を市はしてるんですよね。はい、そうですね、長崎市がやっている事業で市民活動支援補助金というのがあります。でこれは団体 その活性化や充実を目的として、その団体さんがいろんな事業を行うんですけれども、はい、その際にこう費用の一部を補助して、その団体の自立につなげていただこうという趣旨のものですね。この市民活動支援補助金には3つのタイプがございまして、市民活動スタート補助金、市民活動ジャンプ補助金、そして市民活動人材育成補助金という3つなんですね。まず市民活動スタート補助金について教えていただけますか。はい、これはその活動して、活動スタートして間もない団体が、その団体の活動を安定させたり充実させたりするために行う事業に対して、行う補助するもので、1回あたり10万円で、スタートの補助金なので、1団体あたり1回限りの助成になっております。軌道に乗るための補助金という感じですよね。で、はい、で続いて市民活動ジャンプ補助金とは、はい、これは1年以上活動を継続している団体さんが、その自分たちの活動のジャンプアップをするときに行う事業に対して、補助をするものですね。はい、でこれは先ほどの10万円じゃなくて、今度は上限が50万円に上がりまして、ただ通算で3回まで、一応補助をするような形になってますね。うん、はい、そしてもう一つ、はい、市民活動人材育成補助金とありますが、はい、こちらは、はい、これは団体さんがその各団体に登録しているメンバーのスキルアップのために、いろんな研修会や勉強会にこう派遣をするときに、その参加費とか、旅費を補助したりするもので、1人当たり5万円が上限になってまして、1年間で1団体あたり2人までを一応補助するということになっています。
この市民活動支援補助金についての説明会が来月行われます。4月7日土曜日午後1時から、場所は長崎市立図書館新興前メモリアルホールです。入場は無料となっています。市民活動支援補助金活動報告会、そして平成24年度の補助金説明会。はい、活動報告会では今年度その事業、補助を受けた団体がその補助を受けた事業の成果報告会をパワーポイントなどを使って分かりやすく説明をしてくれます。で、補助を受けて団体の活動がどう変わったのかとか、どんな事業がこう対象になるのかということを知るいい機会になるかなと。で、説明会ではこう団体の頭の中にある企画をこう具体的に形にしていく方法というのを、ポイントなどを加えて詳しくの説明をしたいと思ってます。なるほどですね。ところで皆さん、提案型共同事業という言葉を聞いたことはありますかね。まあ、聞いたことある方は少ないですかね。提案型共同事業、こちらは平成21年度から始まっております取り組みでございまして、その自立した市民活動の団体と長崎市がこう一緒になって行う取り組みのことなんですよね。はいはい、ちょっと詳しくご紹介していただけますか。こちらに、ございます。提案型共同事業はいろんな地域に課題があると思うんですよね。はい、その課題を長崎市と、市民活動団体が一緒にこう手を取り合って共同して、何か事業をやってその課題の解決につなげていこうというものの事業になるんですよね。はいはい、この、平成21年度から始まりまして、はい、実際に具体化しているものがこちらなんですね。はい、今年度実施された取り組みです。はい、で、手前味噌なんですけれども、はい、この事業は今年度長崎市の市民共同推進室と、NPO 法人震源域の会長崎センターという団塊世代の方が中心になった団体さんと一緒になって、やった事業の成果物なんですけれども、ね、長崎団塊、はい、こういう雑誌なんですね。これをもう長崎市とか各市所、はい、行政センターにはもう置かれて、ね、手に取った方もいらっしゃるかもしれません。はい、もう第2号が今月出ましたね。はい、はい、出ました。ね、こういった形になるってなかなか難しい。そうですね。はい、まあ、いろいろその長崎市とその団体等が、異なるこう組織の団体同士ですので、いろんなこう当たり前だと思っていることが当たり前じゃなかったり、こうお互いをこうするので、こうお互いを理解するところから始めて、でいろんなことを共有しながら事業を進めていくっていうのが大変難しかったですね。で、まあ、やっぱりこう何でも腹を割って話すっていうことがやっぱり大事かなということが、はい、分かりました。なるほど。これ雑誌作るにあたって大変だった点、そうですね、まあ、先ほどのこうなんか共有しながらとか、進めていくこと、やっぱりこう共同って、難しいことじゃないんですけど、はい、やっぱりこう一緒にやっていくってこう言葉にしないと伝わらないこととか、はい、いろいろあったりして、なんかこう恋愛っぽい感じもするかなと。これはその市民団体がこういうのをやろうとしている、はい、はい、取り組もうとしている。でそれを聞きつけたというか、市の方が持ちかけるんですか。はい、ですね、両方あるんですよね。団体がこういうことをやりたい、例えば今回の場合だったら団体さんは、団塊世代の方をの第二の人生をこう応援したいという思いがあって、で長崎市としてはその団塊世代の方が今後自分の趣味にこう没頭していくんじゃなくて、なんかこう社会貢献にこうつなげてくれたらものすごく長崎市にとっても有益なので、その団塊世代の方をこう社会貢献の方に目を向けていくっていう目的が合致してできたものなんですよね。はい、まあ、こういう大きな成果が、ね、はい、市でも上がればいい、ね、そうですね、今後もっと進んでいくといいですね。さあ、ここからはイベントのお知らせです。3月20日春分の日の祝日に午前11時から浜の町のベルナード観光通りで長崎伝習所祭りが行われます。こちらはどんなお祭りでしょう。はい、
長崎伝習所という事業があるんですけれども、はい、その今年度活動した塾の活動の報告会になります。各塾ごとにブースを作って、そのブースごとにこうパネル展示などをするようになります。で、そのブースを回ったらスタンプを集めてするスタンプラリーですとか、丸バツクイズ、あと今年は浜の町周辺の梅屋小吉のゆかりの地を巡るミニサルクなども実施いたします。そしてこの長崎伝習所ではですね、来年度の塾生の募集をまもなく開始いたします。長崎伝習所塾生募集、対象はご覧の方々で、塾の名称、募集する塾はです、ね、3つございまして、1つが孫文梅屋小吉と明治大正長崎自浄塾、そして2つ目が長崎の町猫調査隊塾、3つ目が長崎で物語を作ろう塾ということで、3つ目の長崎で物語を作ろう塾、これは新規の取り組みなんですよね。はい、新規の塾ですね。あと2つは前年度からの引き続きということで行われます。はい、興味のある方は申し込み用紙に必要事項を書き、市民活動センターランタナまで郵送または持参ファックスでお願いいたします。申し込み期間は3月20日から4月30日までとなっております。そしてもう一つお知らせです。3月24日土曜日に長崎プロボノフェア2012が開催されます。プロボノっていうのは聞いたことあります。プロボノプブリコ勉強しました。本当ですか。はい、市民力サイトの広告出てきましたね。いろんなスキルとか技術を持った人がするボランティア。そうですね。はい、はい、今の非常に注目を浴びているボランティアの形なんですよね。例えばこうデザイナーさんがそのただ清掃活動をしている団体に参加してゴミ拾いをするっていうのは普通のボランティアなんですけど、はい、そのデザイナーさんが職業上持っているこうデザインというスキルを生かして、その団体のホームページをデザインしたりするっていうのが一応プロボノという形なんですよね。こう東京や大阪では結構いろんなこうスキルを持って何か社会貢献をしたいという方が多くいらっしゃってるんですけど、まあ、長崎にはまだこういう取り組みっていうのは浸透してないので、はい、一応そのこう浸透させようということで長崎市と、うん、これも市民活動団体とか一緒に事業を行っています。はい、プロボノフェア2012は3月24日土曜日、駅前いきいき広場で行われます。当日どんなことがあるの？はい、当日ですね、プロボノの第一人者のその団体の方をお呼びして講演会を行ったり、パネルディスカッションで、あとそのいろんな団体の方がブースを出展されますので、そのブースの出展や交流会があります。興味がある方はですね、ぜひ来ていただけると。はい、ここで全体のお問い合わせです。長崎市市民共同推進室電話 095-829-1125 までお願いいたします。まあ、市民活動団体、ね、さまざまな取り組みなさっていらっしゃると思いますが、これからもますますこう輪が広がって、はい、どんどん長崎の街が良くなっていけばいいなというふうに思いますね。そうですね、いろんな方がその自分のできる範囲のことをできるだけ行うことでもっと長崎市っていうのは良くなっていくんじゃないのかなと思うので、もっと何かこう長崎のためにやってみたいとか、何かしたいんだけど 何したらいいのかわからないという方がいらっしゃる方はもうぜひ一度ランタナにお越しいただければですね、はい、いいと思います。はい、よろしくお願いします。今回は広めよう市民活動の輪をテーマに、長崎市市民共同推進室吉岡俊明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。